語りパパシューマン。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんです。今日はふたりパパ大人の社会見学、地元北スウェーデンの蒸留所にお邪魔し、北の大地の自然が香るクラフトジンの秘密に迫ります。お酒ってどう作るの？蒸留って結局何？秘密のスパイスに世界で一番高いベリーも登場。え、北欧で梅酒作り？このスウェーデン人と日本との関係とは、もちろん試飲もしちゃいます。それでは行きましょう、ふたりパパの大人の社会見学、北欧のクラフトジンと蒸留所の秘密。せーの、シェーダー。皆さんこんにちは、ふたりパパのみっつんとデカパパと、今日は3人でまた旅行です。最近旅行動画がちょっと続いてるんですけど、ね、夏はロードトリップ。そうだね、この前は船だったんですけど、今日はロードトリップといってもすごい近いところで、もしかしたらちょっと息子くん今日はあんまり楽しくないかも。でも明日はもしかしてバーダリー、大人向けの時間と子供向けの時間があるということで、とりあえず大人向けの時間なんだけど、とある情報を手に入れまして、僕らが住んでいるルレオの近くになんとジンを作っている工場があるということで、ローカルのクラフトジン、リカパパが、まあ僕もそうだけど、リカパパも結構ジン好きで、ジン好きです。大体さ、大体2丁目で行って飲むとジントニックしか飲んでなかったじゃん。ご飯行くとさ、ジンソーダとか。そうだね、ジントニック。そうそうそう、なんかご飯とかだと、まあワインのことが多いけど、なんであれ2丁目行くといつもジントニックになるんだろう。いや、簡単。何、簡単、早くできるし、早くできる。あとなんかビールみたいにお腹いっぱいにならないのもいい。そうですね、うん、まああとはまあちょっと美味しいじゃない。まあね、俺だってリカと付き合うまでジントニックあんま飲んだことなかったもん。あ、本当？で、みんなが飲むから、あ、じゃあ飲もうかなみたいな。ロンドンでもそうだったよね、なんか普通にクラブとか行った時とか。そうね、スウェーデンで GT っていう。あ、そうだね、 GT。 なんかでも結構ゲイがよく飲んでるイメージがあるから、なんか GT って聞くとすごいゲイトニックってすごい怒っちゃう。あ、本当？まあでもスウェーデンは、うん、一般的だよね、うん、そうそう。まあでもそんな感じで、なんか今日はしかもなんかちょっとその知り合いの人がいたので、なんか工場をちょっと見学させてもらえるらしくて、息子くんにはちょっと早い蒸留所ですが、その中を見れるというのは貴重な体験。以前もそういう動画を作りましたが、社会見学という感じで行ってみることに。と息子くんもなんか楽しいことがあれば楽しいことしてっていう動画にしたいと思います。はい、ということでやってきたのはトーレと呼ばれる村。昔息子くんが椅子から落ちたドライブインがあったり、最近の動画でもドライブ途中ピクニックに立ち寄った場所です。村の教会を横目に車を走らせ到着したのがこちら、2016年に設立されたノルボッテン蒸留所。出迎えてくれたのは設立者でオーナーのデニス。こんばんは。挨拶をして中に案内してもらいました。中に入ると早速ミツパッパがあることに気づきます。おい、メアルクタバヘッテデンイエンバイアレフォージンここでスウェーデンのお酒についての豆知識。スウェーデンではブドウの栽培が難しく、伝統的にはワインを飲む習慣はなかったようです。代わりに焼けるようなワインという意味のブランビールと呼ばれる穀物やジャガイモから作られる蒸留酒が歴史的に作られてきました。それゆえ皆さんもご存知かもしれませんが、スウェーデンはウォッカベルトの一部とされるほどウォッカが有名な国となっています。ただウォッカは香りがないお酒。ミツパッパが感じた香りの正体は何なんでしょう。実はこの蒸留所ではウォッカも作っていますが、ジュニパーベリーを主な風味成分とするジンを筆頭に、主にキャラウェイというスパイスを使ったスカンジナビアの蒸留酒アクアビットなどラインナップが豊富。だあ、もうそばっけだ。マウンテン。うん。え、何言ってるの？突然の日本語？と思ったら、実は日本へも輸出をしていて、今年日本を訪れていたんだそう。まあこれ案件ではないんですが、日本でも交流できるそうなので、北スウェーデンノルボッテンの味を試したい方はぜひ下記概要欄のリンクからチェックしてみてくださいね。
Yama. Yama. Oh. Forest. Yes. Muri. Muri. San. Jag har glömt. Det är ju... Kanske du kan, du vet hur man säger på japanska. Sol. En sol är taio. Taio, just. Yes. Taio. Muri. Man skulle kunna tro det, för att bilden är lite kul. Men jag ska hämta en grej i filmen så vi se vad det är. と言ってデニスが持ってきてくれたのがこれ。Det är klassat som en fruktsprit eller en ordentlig. Så det är som efter maten sprit. このように複数の種類のお酒がありますが、その決め手となる様々なボタニカルやスパイスも紹介してもらいました。こちらはジンの独特の香りの元となるジュニパーベリー。見てパーツを入れます。ああ、めっちゃ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 、他にもこの蒸留所では先ほどのオーケバールのように北の大地が育んだ自然の恵みがふんだんに使われています。何が言ってもね、感謝イエベーツ、感謝ジャロール、ジャロールですか。何が言ってもフォレスト、何が言ってもフォレスト、det är inte lika att torka granskott och tappa mina försörjare. De måste plocka dem på våren. Det är exakt samma sak där, när kristna sticker upp innan de blir för stora. Jag har hört det i Japan också, de gör lite bläsk med de sådana. Ja, det kan jag tänka mig. スパイスや材料を紹介してもらいましたが、息子くん、何か面白そうなものを見つけたようですよ。はぁ？私のプロが、何しろ見るかって、そんな。何でそうかな？Ställ dig där, i mitten. Är du beredd? Det här är ganska skönt. Är det luft? Det är luft. このエアコンプレッサーは後ほど紹介するラベリングの作業などにも使うそう。ちなみにこのラベルも日本との関係が深いんだそうですよ。Det är en rolig resa. Och Japan är ett land som vi verkligen satsar på. Och även designen är ju svensk och japansk design är väldigt lik. Man tänker i rena linjer och estetik. Minimalistik. Exakt. Och, Så designen är väldigt uppskattad i Japan. När du säger det, så de här plastorna, det är ju en design som verkligen tror jag går hem i Japan. Alltså det ser lite grann ut som att de kan stå i en japansk bar. Men det här är ju det mest spännande stället. リカパパが何か見つけて興味津々です。語りパパ、men det här är ju det mest spännande stället. Här är alla hemligheter. Exakt. Hemligheter? Vad är det för hemligheter? Spännande, det är som ett kemilab. Ja. こちらはこの蒸留所の研究所。さまざまなスパイスや味の配合を実験する場所だそうです。Det är en häftig mix, för när man kör förbi här tänker man inte på det. Det är en grön liksom, industriell byggnad bara. Mm. Jag visar alltid ut först så ni får tänka. Ja, kan du göra kanske lite rumtur? Ja, lite rumtur, absolut. Här var ett labb då. Så här är det produktutveckling som sker. Det blir egentligen det roligaste. Hinner inte göra så mycket som jag vill nu för tiden. Men här börjar mycket idéer. I mindre skala då. Ja, just det, och då står det kanske vad som är blandningen. Ja, det här är faktiskt roligt att ni kommer idag. Mitt Swedish Umeshu. Aha! Det här är när jag är förälskad i Umeshu sen min första resa till Japan. Ja, du har varit i Japan några år sedan. Två gånger har jag varit där nu. Aha! Men på två år då, så det är ganska intensivt. Och sen är vi ju i kontakt, ja, nästan dagligen med vår japanska distributör. Men då är jag väl en svensk, Umeshu. Så nu har jag äntligen fått tag på
svenska blommor. Ah, okay. Det ska ju vara omogna blommor. Det är inte Umeplommon, men jag tror att det kommer bli bra med det här också. Så vi fick upp 100 kilo plommon hit. Ja, okej. Och då vet jag säkert den här lilla kvisten som är kvar. Du måste peta bort den. Ja. Så det var ju typ 50 000 plommon. Oj vad, det är samma sätt med min mamma. Ja. Min mamma brukade göra Umeshi hemma. Det är så? Ja. Så jag fick ett tag på candy socker, alltså rock sugar. Ja. Precis. Och det här är bara det lilla. Ska visa sen, det står en större tank. Det kommer ju inte bli mycket flaskor på 100 kilo plommon. Hur mycket kommer? 150 flaskor kanske. 150, okej. Okay. Ja, så det... この梅酒、今年初めて商品化に挑戦しているということでまだ仕込み中。味見はできませんでしたが、その制作過程を見せていただきました。そうなんですね。Jag tycker man känner redan nu på doften att det är gott. Ska vi? Ja. Ska vi lukta? Man får klättra lite. Ah, jo. Mm. Det börjar det komma. Ja. Det här är bara 2 veckor. Jaha. Det är svårt att hålla sig och inte smaka. Visst är det fantastiskt? Men det har också luktat någonting som lite oliver. Ja, men eller hur? Lite ja. Så det ser ut som små oliver nästan. De svenska blommorna. Ja. Är så små. Det är så intressant. Ja. Och sen har vi ju då rock sugar idag. Det är smak. Det är så när de är godis på det här och sockervadd. Ja, kolla. Det är som diamant. Det där är som godis. Ja. Det är inget farligt alls. Vad har du sett? Ja. Det var bara saker. Så det här är med neutral sprit. Jag vet inte hur de kallas i Sverige, men vi säger white liquor. White liquor, ja. Så där gör jag ett experiment med gin. Skogsgin. För att se de gröna smakerna från skogen och de gröna smakerna från plommorna. Och se hur det blir. Sen här gör vi vår produktion. Så して奥にあるのはいかにも蒸留所といった光景。一体どのように使うのでしょうか。次に見せてもらったのは蒸留に使う蒸留器。蒸留はよく耳にしますが、実際どんなことが行われているのかご存じない方も多いかと思います。僕も今回へーってなりましたよ。そうですね、これは 1000L パンナーでデスティネラー。おいおいおい、そうですね、今はジン、アクアビーツ、ボッカ、ビアンバーデスティラート、ビアンバーデスティラート、リコール。Så vi har en ganska stor portfölj. Skillnaden om destillerar vodka och gin? Vodka är ju... Vodka är i grundtäckning av mumimushu. 高純度で風味のないアルコールを目指すんだけど、まあ、ジンはスパイスやボタニカルを使って風味を加える点が大きく違うんだ。蒸留の工程をざっくり言うと、アルコール度数 96% のベーススピリッツと水、ジンには必須のジュニパーベリーやアンジェリカなどのスパイスをこの大きな蒸留釜に入れて1日置く。翌日この釜全体を約78度まで熱を加えるんだけど、あ、ちなみにこの釜湯煎式になってるからゆっくりと加熱できるってわけ。水の沸点は100度だけど、アルコールの沸点は 78.5 度、水よりも低い。だからアルコールが先に蒸発して蒸気になるんだ。つまり沸点の差を利用してアルコールと水を分離する、それが蒸留。蒸発したアルコールは上のパイプを伝って蒸気のままこのバスケットを通り抜ける。これはボタニカルバスケットって呼ばれてて、松やヒノキの新芽、レモンなんかのボタニカルを入れるんだ。ここを通ることで香りが抽出され、蒸気に香りが溶け込むんだ。その後この冷却筒で冷やされた蒸気のアルコールはまた液体に戻って一旦ここに溜まる。そしてその後ポンプでこっちのタンクに移動されるんだ。ただこの蒸留釜とタンクには大事な秘密があってね。ああ、OK。それ、カメラで、それカメラで撮影。それ、lift up ね。そして、こう、これ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 、
蒸留釜とタンクにはそれぞれ測りがついていて、その重量のコントロールがすっごい重要なんだ。ほら、この画面にそれぞれの重さが表示される。蒸留釜に何キロのアルコールを入れ、蒸留後には何キロのジンができるのか、製品によって違うその分量をかなり複雑な計算をして、その重さのジンがこのタンクに溜まったらが蒸留完了。その重さをきっちり確認することが品質の高いジンを作るキーなんだ。そしてこの蒸留が終わったお酒はこのタンクで2週間寝かせる、そこでようやく瓶詰めできるのさ。というように蒸留の工程をデニスに教えてもらいました。2週間寝かせたお酒は瓶詰めにラベル付けという工程に入るわけですが、息子くんも体験させてもらいましたよ。Kan du komma hit? Du ska trycka på den gröna och då kommer man se att den åker framåt. Nu trycker den där fram flaskan. Annars får du äta. Så. Oj! Två etiketter på. Så hur man gör. Och just det där är från vår produkt vi släpper på måndag. En rhubarb pie, en rabarberlikör. Okej. Jag älskar den här flaskan. こちらのお酒、後で味見させてもらうんですが、実はこの作業エリアの奥には素敵なテイスティングルームもあり、そこで飲みたいなと思いましたが、この後運転もあるのでここではお預け。Jag tänkte att smaka kan vi spara till takbaren, så får ni sitta ner lite i lugn och ro och där har vi förrätter, vi har stenbakad pizza. ということで、このノルボッテン蒸留所がやっているホテルに併設されたルーフトップバーがあるということで、これからそこへお邪魔することになりました。どんなお味か待ちきれません。蒸留所のあるトーレから東へ向かい、車で約20分のカーリックスという町にやってきました。こちらのホテルの屋上にルーフトップバーがあるということですが、今日は飲んじゃうのでこのホテルにお泊まりです。3人が泊まれる部屋がすでに満室だったということで2部屋を予約、中はビジネスホテルのような感じですね。そして屋上へ出ると河口の町カーリックスの全景が広がります。おお、すごい。あ、すごいね、めっちゃいい眺め。ハロハロ。Hej, välkomna. Hallå, tack så mycket. Så här huserar vi. Titta med utsikt mot Kalixälven på andra sidan. Så してテーブルに案内してもらいメニューを見ますが、今日はデニスにお任せしちゃいます。最初にやってきたのは先ほど蒸留所で見たピンクのお酒。実はルバーブを使ったリキュールなんですが、それとスペインのスパークリングワイン、カバーとレモンジュースとシロップを混ぜたルバーブスピリッツ。息子くんはもちろんノンアルですが、パッパたちと合わせてルバーブのソーダです。タカスカビスコーラ。すごい、パパたちとほとんど一緒の色の飲み物だね。お酒入ってないよねそれ。お酒OK、 乾杯。乾杯。なんかラバルベルだからもうちょっと甘いカクテルイメージしてたけど、これ甘くないね、あとすごいやっぱ香りがめちゃくちゃいいね。うん、お酒の香り。マッチ。いらないな。おお。美味しかったでしょう。嬉しい。あです。めんでたはどうぞ。すごい夏にさっぱりしてて、本当に爽やかな。え、これやばい、めっちゃ飲みすぎると思う。うん。しかもこのさ、アイスとかめっちゃ可愛いよね。ちょっとなんかカーリックスにこんなおしゃれスポットがあるとはちょっと想像がつかないんだけど。周りに高い建物が何もないからめちゃくちゃ高く感じるね。しかも川がよく見えるし。そしてミツパッパが席を外していた間に前菜が運ばれてきました。バーといってもちゃんとした食事が食べられます。おお、すごい。パッパたちはスカーゲンローラにここカーリックスが産地の高級魚卵カーリックスロイロム添え。息子くんはブッラータとトマトのサラダに挑戦。やっぱカーリックスロイロム美味しいね、これだけで食べても、なんか全然やっぱり他のいつもさこういう瓶詰めで入ってるやつと全然違う。なんか臭みがなくてプチプチ、旨味すごい美味しい、魚のとてもいい味。そうだね、
美味しく前菜をいただいていると次のドリンクが運ばれてきました。そしてお次のドリンクは、あれアクアベルトトニック、en svensk toning som bara är gjord på svensk flora. Mm. Och så är den sprayad med lite citronolja. Mm. När det är till det här. Ja. När den är gjord på svensk flora, va? Alltså det är svenska växter. Det är mycket pläder och lite så här barkväxter. Ah, okej. Okay. Mm. Tycker det här är jättegott, somrigt och gott. Bra variant, klassisk GT. Mm. Men den ska nog bli god till den flavan nu. Jag tänker, är det hoppas? Ah. Det smakar verkligen akvavit, kampaj. On top. Mm. Ah! Den här lite... Nanka, London の... でどっかロンドンのどっかで飲んだ覚えがすごい今パッて、うん、どこだろう、レストランかな。でもこれすごいシーフードに合うね。ね、スウェーデンのいろんなアクアビーフはある、うんうん、それシーフードにと一緒に食べるアクアビーフ、うん、まあ、ちょっと焼酎ソーダ確かに、うん、でもちょっとフレーバーがすごい強いから、うん、シソ焼酎のもうちょっとなんだろう、癖が強い感じ。うん、なるほど。でもすごい、でも刺身とかに合うかも、寿司より。そう、これジンじゃないけど、なんかすごい香りあるアクアビーツの香り、すごいリカ好みの味だと思う。フンカデラダーチェルトガナーラデベイエッテスーパーでゴーヨー。2杯目にデニスが用意してくれたのが先ほどのアクアビートをストレートで。Nej, men för att det är ofta så man äter den här, eller i alla fall mm. jag, att det blir ofta till skaldjur eller surströmming eller sill, ja, eller exakt. Fisk eller någonting. Så att, men att göra den så här i drinkform, det var första gången jag prövade det. Ja, visst är det häftigt. Det är jättegott. Den skiner igenom liksom. Ja. Ändå en bra cocktail. Wow! Så här, ここで息子くんお待ちかねのピッツァがやってきました。てかさ、めっちゃ美味しそう、生地。うん、ちょっと。Ni får inte smaka. Nej, okej då. 大丈夫。Ni får bara smaka en halv. 大丈夫、自分たちのありますから。後で頼むから大丈夫。はい、お味はどうですか？美味しい。よかった。なんか違う種類一個ずつ食べたよね。半分半分した。そして3杯目は、白樺フレーバーのジンのカクテル。クラウドベリーの甘さとオリーブの塩気がよく合う飲みやすさ抜群のサマーカクテルと、ここでパッパたちのピザも来ましたよ。一つはウクライナのフレッシュチーズ、スメタナベースのホワイトピザ、ご当地グルメカーリクスロイロムが乗ってます。もう一つはトマトソースベースでハラペーニョが乗ったスパイシーピザ。さてさて、お味は。いやいいね、半分こしよう。ちょっと先に俺こっちから食べた方がいい。あ、そうね。いただきます。なんかこれ、うん、うん、めっちゃうまい。うまいね。めっちゃレモンの風味だけど、あんまりレモンとレイロン。そうそうそう、おいしい。このピザやばい、マジうまい。2枚目食べても全然感動が色褪せない。どう？めっちゃクラシック。でも辛い。あとこのペパロニがちょっと辛いの来るかな。すごい緑色のハラペーニョマヨネーズ、なんかちょっと甘い感じする。それ蜂蜜。とまあ結構たくさん飲んだんですが、混ぜ物のないいいお酒と美味しいお食事のおかげか、悪酔いしたり二日酔いになることもありませんでした。お腹いっぱいになった後は腹ごなしのお散歩、カーリックスのシンボルの古い教会や川沿いをお散歩、夏の終わりを感じる風を浴びながら親子3人の時間を楽しみました。あ、ちなみにこの翌日はこの近くの屋外プールに3人に泳ぎに行ったり、川の中洲のカフェでフィーカしたり、息子くんも大満足の旅となりました。そしてこの後は次回予告。さーて、来週の2人パパは息子くんです。グラバルベルのソーダとあのピッツァはすごい美味しかった。でも昨日ミツパパが美味しいで作ったピザももっと美味しかった。あとはあのシギの日行ったプールもすごい楽しかった。でも今度の動画は日本のファンの皆さんがルーレオに来てくれたので、僕たちの秘密の場所にご案内しましたよ。一緒に参加したのつもりで見てくださいね。チャンネル登録やグッドボタン、コメントも
たくさんお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。ヘイド。Sten, sax, påse, vad blir det? Hehehe. I love you. どうこのピザ？おいしい？すっごいおいしいけどすっごい熱い。二人パパ。